走る、曲がる、止まる、まあ、こんなものを車のダッシュボードに乗せて、これ水が入ってるので G フォースがかかると水がこういう状態になるわけですよね。いい車っていうのはこう水がぐるりとこう回る、非常にスムーズな G のつながり、そういう状態が非常に酔いにくくて、あの一体感もある気持ちいい運動だと。ごくごく低速でのそのフィーリングの作り込みっていうのが実は一番難しいです。高速よりも難しい。ドライバーはしっかりこう頭を保持しなきゃならないと。そういう時に一番負担がかかるのが首の筋肉ではありますね。 G のつながりをスムーズにすると頭部の保持がしやすい、首の筋負担も減ったという状況になりました。運転をすることで自分の感覚、いろんなこの力の感覚であるとか手応えの感覚であるとか自分の実感として入ってくるので、今すごくこう、まあ、変な話生きてるなみたいな、そういう実感につながるのかなと思ってますけどね。信頼できない部分があっては非常に困る。どんな時でも一貫した応答をしてくれるっていうことが大事だと思ってます。運転することそのものに価値がある状態っていうのを作りたいな。そこで松田はしっかり戦っていきたいと思いますね。